間に合った。ちょっと3分遅れ3分遅れやけど間に合った。許してな、みんな、みんな許してな。今日は結構長かった結構長かった。今日は1時から8時半までレッスンしてた。やばくない？何時間そうでも TikTok 撮ったりしてたから最初は暑いよ本当に。雲は駅中さん、バラありがとう。お疲れ様お帰り、ただいまこんばんは。たくさんハートありがとう、ありがとう。こんばんは花菜、こんばんは。たくさん星ありがとう。けいさんバラありがとう。こんばんは花菜、古松です。あ、間違えた、さとか言っちゃった。さ、最高だった、ありがとうでもちょっとあの下手すぎたからリベンジしたいワーサーさん、こんばんは花菜、こんばんは花菜。FH レボリューション古松花だけにどういうことしなさんハートありがとう、ありがとう。こんばんは花菜、竹坊さんこんばんは。しなさんバラありがとう。長いねおつ花菜、ありがとう。みんなも、みんなもお仕事おつ花菜おつ花菜。こんばんはっとしてギュッとしてパッと、もうなんか毎回このクスッと笑えるのすごくねすごいネタ切れしてない、感動したティフに向けて気合バッチリね。だってほんまにマジで大丈夫かな、生きてるかなティフ、マジで生きないとマジで毎年いろんな人が倒れてるって言ってたから、マジでその中に入らんようにね、ファイティンという感じでね。こんばんは花菜、こんばんは。キトさんハートありがとう。なんとか間に合いましたよ、お腹が空きましたよお腹が空きました。とっても、皆さんは何を食べたんですか。花は何を食べようかな迷ってる。何の気分やろ今。コーラをゴクッと食べたい、食べたいって何、怖っ。コーラをゴクッと飲みたい、キンキンのね。まあそんなものはお家になくて今。あ、なんかタコ歩いてきて凍った、面白サフランさんバブルありがとう、ありがとう。サムライマック食べたん、いいな。マリゴールと冷たい野菜って書いてた今、いいな。花は今日は1時からやったんで、何、そう途中休憩30分とかあってんけど、あ、タコ固まって落ちたそうやねんけど、まずこっちコーヒーにみんなで行って、その後に花とリンカはお腹がペコペコやったんで、バーカーやってバカとか言ってた、バーガーキングさんの方にね行きまして話聞いた、聞いちゃった、もしかして。そうちょっと遠かった、そう食べてきた食べてきたよ、美味しかった。なんかバーガーキングやのにバーガー食べんかったバーガー食べずに何食べたっけ、なんかチキンとあのチリチーズポテトみたいな、なんかポテトになんかチリソースと
チーズがブワーってかかってるのを食べて、カロリーって感じで、カロリーって感じで、なんかダイエットどこ行ったんって感じなんですけど、まあいっぱい動いたからよしよしです。ユニバーサリーさん可愛い、ありがとうありがとう。ちょっとボサボサやけどな。ラベネコさんバラありがとうありがとう。ブルーラッシュさんハートありがとう。今ジムで見てるからはずいわ。えすごいやん、イケメンやん。ジムとか花もジム行ってる女になりたい。さすがですね、花もやっぱジム行かな、ジムで鍛えて腹筋、腹筋な、腹筋とか腕立て伏せできるようにならないとでもさガリガリの花ってキモないほんまにな。まあまあまあいっか引きごもらさんタコありがとう、凍ってるタコありがとう。そんなことないよ、次も楽しみしてる。ありがとう、いつもいつもコメントとかいいねありがとう、本当に活力になってます明日は天神祭りの花火らしいよ。天神祭りいいな、どこか知らんけどなんか行ったことある気がする。いや違うかも、絶対違うなニットいいね、いいじゃん。最近のお気に入り、なんか今日 TikTok 撮影やったから前焼きにし、なんかなんかなんかって言い過ぎやねん花な、ね何を言いたいんって感じで、台湾とか定期公演の時はとか、なんか衣装に着替える時はなんかメイクとか髪型が崩れるのが嫌やから前焼きで行くんですよ、前焼きね。だから前焼きの服があんまりなくてあんまりなくて、なんか半袖の長袖の前焼きの服はいっぱい持ってるんですけど、半袖の前焼きが全然なくて、こればっか最近着てる。まあ洗濯してるからちゃんと汚いとか思わんといてな。そう、これは最近渋谷の109で買いました。とっても安くて可愛くて素晴らしいですあ、こんばんたそう、こんばん花だ、ハッとしてグッとして。そう、知らんねんけどそれ、ちょっと皆さんより若いから知らんわその曲TM レボリューションじゃなくて FHA、 あ、そういうこと、レボリューションってやつ、ちょっとわからん。カレー食べてください、食べたい、だけどカレーはないです。でも一時期カレー作ろうと思ってカレールー買ってんけど、結局なんか人参とか嫌いから自分では作らんから、あの何カレールーだけ買ってたから、うどんにルーだけ入れてうどんにカレールーを1個2個入れて、でだし入れてカレーうどんにしてた。マジで簡単やからおすすめ。でも最近なんか最近野菜食べ、なんかフルーツは食べてるけど、食べてるって言ってもキウイとかバナナとかブルーベリーとかやから、なんか口内炎が大量発生中。ここにもあるし、ここにもあるし、ここにもあるし、痛い痛いよ痛いよ。ティフいつでするの？ティフは8月4日の日曜日で、オープニングアクトでスマイルガーデンに出演する。あのスマイルガーデンってやばくないですか、本当に。私はステージを社長さんから聞いた時最初がグラグガーガーデン、あれちょっとなんか英語でわからないよ最初あのね、もう一個の方しか聞いてなくて、もう一個の方っていうか最初に言われて、で実はもう一個ステージに立たせていただきます、オープニングアクトでねスマイルガーデンに出演させていただきますマイファブがって言われて、あの私の大好きなノットイコールミーさんの
デビューステージじゃないかということで、同じステージに立てちゃうんだよ。やばくない？やばくない？緊張するかも。今日も髪型いい？うわ、最近はもっとなんかボブになりたくて。そうそうねって感じですね。秋翔です、こんにちは。こんにちは。引きごむらさん、タコありがとう、ありがとう。サムライマックうまかった、マジでずるい、マジでずるい。バリゴールと冷たい紅茶、冷たい紅茶か、紅茶ね。花はこっちコーヒーで、なんかスムージーの抹茶、抹茶とジャスミンのスムージーを飲んでんけど、なんか苦、なんかお子ちゃますぎて苦かった。なんかジャスミンが苦かったね。なんだ、ホイコーロー食べてきた、いいな、いいな。でもホイコーローはちょっと野菜やな。食べたいけどまだ食べてないの。食事配信でもいいじゃんね。やばい、なんか風が来た。今日マックも食べた、今日マック食べた。え、一緒やん、レオさんとキトさん仲良しやん。仲良しやんかね。サフラーさん、バブルありがとう。エレメンツさん、タコありがとう、ありがとう。今年は自分が救急搬送されると思う。やめてな、ほんまに。ちょっとたくましくいてください、ぜひ。結構ね、みんな大丈夫。花さ、昨日さ、ハンディファンで調べてたら、 TikTok とかでな、調べてたら、なんかポケットの、あ、ポケットのじゃない、ズボンのポケットにこうガシンってつけて、ポケットのもの、ちょっと説明できん、語彙力なくて、ポケットの、あ、違う違う、ズボンのポケットにこうガシンってつけて、そしたら T シャツにの中に風が来るよみたいな、あって、素晴らしい商品やなって思って、欲しくなった。すごくない？ T シャツにこう直接風が来る。しかもさ、ティフでハンディファン持ってくるならさ、こうなるやん、しんどいやん、こうは。だから首にかけるやつとかさ、こうずっとこう顔が涼しいみたいなやつとかがいいね。ね、盛り上がりたいから。ね、バーガーキングって話聞いた？いちか言ってたな。ティフの最初は15分だから、出だしにはちょうどいい。スマイルガーデンは熱い気を聞くしかない？そうなの？そうなの？でもスマイルガーデンは屋根があるって聞いたんですけど、なので私たちは直接日光は当たらないかも。でも皆さんが本当に熱いかも、朝でも熱いかも。だからちょっと早めに起きて朝ごはんいっぱい食べないと倒れちゃうよね。やばいよ、4日連続配信やった。金沢、あ、やばい読めへん、金沢なんちゃら菓子、金沢名菓子、あ、ちょっとつらい。割り氷、割り氷って何？割ってる氷？花も氷めっちゃ好きよ。氷、かき氷食べに行きましょう。フルーツいっぱい乗ってるやつ。皆さんどうですか？ちょっと待って。わあ、私のリップがどこかに行きましたよ。あ。さっきまで着てたマイファブ T シャツ、え、なんかもうシワシワ、いい加減にしてって感じですね。パ
マイファブ T シャツ着てきてください。ティフでバーガーキングさん美味しかった。ワッパー食べたかった。なんかさ、ワッパーと普通のバーガーの違い教えてください。リンカとどういうこと、これ何が違うのってなってたんですよね。実はまあ家に着いた時は香水とかかけてみますね。イエス。あー、リップがない、リップがない。あいしょ。バーキン、バーキンって略すのすご。バーキン一番うまい、うまいな。また食べたい。パッパッパッ。チリチーズ、ホットドッグじゃないんだよ、ポテトなんだよ。でかすぎて失敗したん。まだ行ったことない。デビューしよう一緒に。カロリー消費します。夏バテはでもまだしてないかも、意外と思ったより。練習でカロリー消費してるから大丈夫？よかった。川崎で毎回食べに行ってるのいいな。いちじくさん星ありがとう。近くにあるん？筋トレはそんなガンガンしてないよ。あ、ストレッチとか、え、でも素晴らしい、素晴らしい。しなさんバブルありがとう。露天風呂入って、花も整いに行きたい。サウナ行きたい。最近挨拶ネタがなくなってきてるな。これからも継続してな、毎日頼むな。Kさんバブルありがとう。としちゃんですね、としちゃん、あ、としちゃん、としちゃんってなんや、服買ってあげて。いやいやいや、なんか前焼きのおすすめの服を教えてください。皆さん、としちゃん知らないよ。引きこもらさんなかなかのお年ですね。いやもうなんか会話してるから。こんばんは、花菜口内炎です。好き嫌い良くない、本当に。今日はルッチャやるらしい。おー、なんか前回の定期公演終わりに、え、ルカも毎日配信したいって言い出して、感動した、感動したよ。わ、私の香水はこちらですね。はい、お父さんに買ってもらいました。ミスディオールですね。マジでいい匂い、大好きこの匂い。なんかいい、いい、ほんのりがいい感じです。シナさんハートありがとう。テンさんバラありがとう。キトさんバブルありがとう。ハンズフリーで涼しくなる、そう、それだよ。作業着のお兄さんが着てる、あー、なんかふわってなるやつやんな、わかるよ。屋根あるからアイドルさんはいい。そう、でもなんか屋根あるからこもるらしいけど、こもるらしい、とってもサウナ状態らしいけど。照り返しあるかもね、暑いかも。ティフの特典会はハンディファンないとなく、そやな、ほんまに。皆さんティフ来てくださいますか。ティフの特典会はまだわからないけど、ちょっといつもと違うかもね。楽しみにしててね。あとすごい金沢メイカ、あ、そういうことね。割り氷ってお菓子、え、お菓子なん、すごい、食べてみたいほんまに。でもな、ティフまでに売ってくださいね。まだ売ってないのこれって、そっか。ワッパーはでかい、わ、そういうことね、倍ってことね。こんばんは、しょうみつさん、こんにちは、こんばんは。あ、ひごむらさんありがとう。今日もありがとうございました。バイト頑張ってね。頑張ってね、頑張ってね、頑張ってね。え、最近ちょっとさ、もう今部屋が散らかりすぎてて、この辺、
この辺すごいことになってて物が散乱してるんですけど、そんなことは置いといて、最近ライブ前とかにこれを飲む、これを飲むとあのいいパフォーマンスができることに気づいてえ、なんかさ悪い成分とかないよな、最近リポビタン D を飲むと、え、なんか暑すぎてもやばいしんどい無理かもってなる時があって、そういう時に駅の自動販売機にあのこちらがありまして、買って飲んでみてら、もうなんか元気 100% 僕アンパンマンって感じで、なんか力がみなぎってきて力がみなぎってきてあの最高なんですけど、これってなんかダメですかね。でも15歳以上、ほら私17歳いける、そう1日1本なら大丈夫だよね多分。ルチャ配信やる、雨が降る、マジでやるな、やってほしいけどメンバーみんないい感じ、マジで頑張る、本当にディオールってかディオールを買えば花だと同じ香りを、そうだよみんな買おう、これはお父さんにおでなりして買ってもらった、大阪でなんかもう何軒もディオール行ってもいやなくて、すみません品切れですって言われて、やっと買えた、これ本当にいいよ、本当にいいよ、でも持ち歩きやすいから、なんかいつもはとあるメンバーからもらった、とあるメンバーからいただいたデコルテ、コスメデコルテのやつを使ってます、いい匂い本当に、つなぎ着ていこう、つなぎすごくない、お揃いやで、はじめましてシネタン、シネ、あ、知ってるぞシネタンさんは、英語にしてもバレてますよセブンのマンゴーとイチゴのブルーハワイゴール、え、何それすごくね、すごくね、古松こんばんは、忙しい時はマジで服が散乱してます、直せって感じで、洗濯してボーンって感じ、最悪、リポ D 伸びすぎ注意、やばいって、 CM 出てほしい、やばい出たい復活ですよマッチョ、今年の目標はマッチョになることやから一郎さんとタメさん、ユンケル、ユンケル派、ユンケルってなんや、また飲んでみよう、ガンギマリ派な、熱いでなんか嫌じゃない、アイドルがさリポビタン D 飲んで頑張ってんの、結構暑いから雨降るのもいいやん、確かに涼しいな、57分ですって、8分です、7分ですって、いきます、13ユニバーサリーさん、ありがとう、ありがとうございます、本当に本当にありがとうございますまたライブで楽しもうね12位サフランさん、ありがとうございます、本当にジムでも見てくれてありがとう、頑張ってね11位くんもは駅中さん、ありがとうございます、初めましてですよね、ありがとうございます、よければ7月28日のジャパンアイドルスーパーライブも出演するのでぜひ来てみてください、ありがとうございます。10位キトさん、ありがとうございます、マック食べたんですね、花もじゃあ明日マック食べます、ダイエットはどこ行ったって誰か突っ込んでくださいありがとう。9位梅ぶどうさん、ありがとうございます、今日もありがとうございました、よければ対バンも来てくださいありがとう。8位いちじくさん、ありがとうございます、今日もありがとうございます、いつも本当に、またお会いしましょう、ありがとうございます。7位てんさん、ありがとう、ありがとうございます、今日もありがとうまた待ってるね、あ、赤いタオルも見つけたよ、ありがとう。6位なべねこさん、ありがとうございます、ありがとうなんかさ昨日ぶりって感じがするけど、もう2日も経ってんな、ありがとう本当に、またね、また待ってます
5位 K さん、ありがとうございます。久しぶりですね、ありがとうございます。またお会いしましょう。ありがとうございます。4位エレメンツさん、ありがとうございます。今日もありがとうございます。よければまた直接お話しましょう。ありがとうございます。3位ひごむらさん、ありがとう。バイト頑張って、いないだろうけど。2位しなさん、ありがとうございます。今日もありがとう。また会えるの楽しみにしてるね。今日もありがとう。やったー、やったーって何。1位たくさん、ありがとう。来てくれてありがとう。またライブ見に来てね。ありがとうみんな、ありがとう。おやすみ、なんか食べる。おやすみ、来てくれてありがとう。バイバイ、バイバイ。